はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。では今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。でですね、前回ヤマト、ツツイケ攻略を行っていたんですけども、ご覧の通りですね、実はヤマト、ツツイケ攻略済みになっています。あっさり行くともなかったので、ちょっと収録をせずに城を削っていたところですね、何が起きたかというと、こちらの筒井城攻略中にですね、筒井の方から降伏の使者がやってきたので、降伏を受け入れた後ですね、この大和郡山城と高取城を召し上げたところですね、まあ、早速独立をしてきて、独立してきた筒井家を再度討伐しようと軍勢を整えていたところ、足利将軍家が先に筒井を威圧してしまって、現在筒井家はですね、足利将軍家に従属という状態になっていますので、筒井家攻略は一旦中止して、標的を変えていきます。で、まず長宗我部家なんですが、ここは有効度99ですね。で、山名に関しても通常有効度100で、本願寺は今上杉と従属で、上杉とも有効度が高い状態を維持できているので、この辺りには手を入れたくない。で、武田も有効度100なんですね。で、今回じゃあどこを標的にするかというと、ズバリここ北畠家になります。ここをしっかり攻略していきたいというふうに思っています。では早速プレイの方、続きをやっていきましょう。まあ、なんといってもですね、この北畠を制圧すれば、おっと、長宗我部が狙っている、長宗我部でも有効度100だよね、99か、まあ大丈夫だね、99あれば。むしろ同盟でも結んでおく。そしたら一旦神前の使者を出しておいて、その後すぐに同盟を結んじゃいましょう。で、ここも久秀で使って同盟を山に申し入れをしていきましょう。で、ちょっと画面の下の方に何か出ていると思うんですけど、今まで使っていたスクリーンショットを撮る、スクリーンレコーダーが少し調子が悪くなってしまっていてですね、うまく動かないので、違うスクリーンレコーダーのソフトを使っている関係もあって、ちょっと画面の下の方にね、余計なのがちょっと出てしまっていて申し訳ないんですが、ちょっとご了承いただければと思います。iPad 側の iOS のアップデートをした後からちょっとですね、レコーダー機能が落ちるようになってしまったので、まあ、ちょっとしょうがないかなというところなんですよね。長宗我部が不穏な動きか。まあ、ただ有効度100だからな。有効度100あるうちは大丈夫でしょう。兵士援助が、まあしょうがないね。足利将軍家をまだ敵に回したくないですからね。そしたら制作が完了してるかな。制作を入れていきましょう。ここはそうだな、政治が高い。秀吉あたりに刀剣強化を入れておきましょう。よし、北畠も海鮮準備入ってるね。悪くないよ。そしたら、まず信春を名古屋に入れましょう。で、残りの軍勢、ちょっとこれはね、あんまり強い軍勢ではないので、主力部隊ではないんですが、これを安土に入れておきましょう。で、海鮮と同時に、諸畑城を攻めます。よし、北畠が同盟を破棄してきたので、これを逃さず打ち滅ぼしましょう。んで、敵が動いてきてるね。諸畑城に軍勢を出してきてるんで、ここは一旦兵を引くか、ちょっとまあギリギリまで待つか。
よし、敵と遭遇したね。ここは佐田を担え、信盛は引いておいて数ますなりますが、刑事常ちゃんも置いて利家小六半兵衛、これでいきましょう。問題は士気がどれくらい下がってるかですね。士気が下がってなければ十分に勝機はある。これは勝てるな、この戦い勝てる。まあいつもの布陣でいきましょうね。問題は敵の布陣がね、どういう布陣で来るかなんですが、よっぽどのことがない限りこの布陣でいつも勝利してきたので、敵の鉄砲隊がいるかどうかだけ確認しておきましょう。鉄砲隊はいないね。騎馬隊が3体いるんで、騎馬隊の正面に、鉄砲隊を入れないようにだけしておけばいいでしょう。大丈夫ですね。よし、これで挑みます。三段打ちを使っておきましょう。そしたらここで一旦刑事の騎馬突撃を入れましょうか。で勝家も騎馬突撃を一回撃っちゃいましょう。でここでコブを1回打ちます。三段打ちがまた打てる。よし、追撃戦に入りましょう。一体でも多く踏み潰そう。よし、まずは大勝と言っていいでしょう。この状態で一旦こちらも兵を引いて、兵の回復に努めます。ガモウジサトが、ガモウジサトは
もらいたい。そこそこ強いね、やっぱ宇治里は。そうなるとナモ宇治里のところには、信長自ら行きましょう。兵を回復してる間に人材投与終わるでしょう。信長自らガモ宇治里はどうしても欲しいんでね。さて上野城は5000の兵が来てるのか、一旦籠城しましょう。で安土城から1万の軍勢で、救援に向かいます。よし、これで敵の5000も撃破しましょう。ただ戦闘力が高い武将がいるかというと、我々の方もねそこまでめちゃくちゃ強い軍勢というわけではないんで、まあ正攻法できっちり敵の5000を沈めましょうね。核力の陣ですよね、核力の陣。ここはじゃあ槍留守まで対抗しましょう。水牛に入ろう。誰も武将は打ち取れなかったが、武将をね一人でも二人でも打ち取っておくと後々の戦いが楽にはなるんですけどね、まあ、欲は言えないか。そしたら一旦兵を引いていきます。安土に一度兵を引いて、長宗我部が気になるのは、長宗我部にきっちり神前の使者を送っておきましょう。で山名は、有効で115、まあ同盟までは結ばなくていいか、一旦は金がなくなってきましたからね。
そしたら再度出兵していきましょうか。今度からただ蒲生氏郷も入れたいですよね、まあ、今回はちょっと入れられませんが。で、陣形はいつもの陣形を組んでいきましょう。鉄砲隊の両脇を槍足柄で守り、ある程度機動力も期待できる侍部隊をその両脇で、両翼は騎馬隊という陣形ですね。タイミング的に微妙だけど騎馬突撃を打っておきますか。一本撃てないね。そもそも撃てない。よし、できるだけ敵は粉砕しておきたかったんで、2500ぐらいまでは減りましたか。最後ちょっと見れませんでしたけど。よし、毛利から1万。そしたら一旦兵を引きましょう。これの繰り返しですね、しばらくは。上杉武田山名長宗我部とは徹底的に友好度を保ちつつ、ひたすらに北畠を攻め立てるという作戦ですね。
上野城に来るか。しょうがない。こちらも上野城に救援を出しましょう。ダメージを与えて敵の戦意をくじきたい、そういう戦いをしたいですよね。おそらく敵の布陣も変わらず、こちらも同じ布陣で戦うことになるとは思うんで、ちょっと変わり映えがしないじゃないかということで、退屈されてしまうかもしれないんですが、いつもと同じ陣形でいきます。この陣形がね、多分今まで使ってきた中で一番安定するんで。騎馬隊が1個減ってるな、敵は。刑事の騎馬突撃を撃っちゃいましょう。何、信長が、くそー、いつの間にか目を離してる隙に信長の足軽隊じゃないや、鉄砲隊に切り込まれてましたね。これは痛いな。刑事がバグってやがる。くっそ、刑事までバグってかなり劣勢になってるな。刑事がね、わかります？今マップ外に飛び出しちゃってて操作不能な状態になっちゃってるんですよね。ここにいいんですよ、ここに。ただここは負けられないからな。それなりに損害が出ちゃいましたね。もうちょっと楽に勝てるかなと思ったんですが、信長のところ完全に油断してたんで、
無駄に鉄砲隊の兵を損なっちゃいましたね。では一度信長は清須へ引かせて、さあここは完全に敵を叩きたいので、戦闘力の高い武将といっても知れてるけどな。騎馬隊がいるよね。分かってはいたが騎馬隊がいる。敵の騎馬隊にどう相対するかですね。少しやられてるか、大丈夫か。いやー一進一退だな。なんとか持ちこたえてくれ。いやー北畠軍強いな。信長がいないと早々は楽勝はさせてくれないね。一進一退だな。やや押されてるっていう状況は変わらないか。よし、一応敵は撤退させられたね。いやー、ただ合戦自体はこちらの方が損害が大きいですね。追撃戦もできるような状態ではないか。
いやー、信長いないと厳しいですね、やっぱり。戦力的にも。まあ、ただ、きっちり、守りきれたんで、それはそれで良しとしましょう。同盟、よし、超速化部と同盟だ。1個しか建てられないかとなると、まあ、単純にではありますが、城の強化を入れておきましょう。あとは鈴木あたりがね、しっかりと兵を出してくれるとありがたいんだけどな。火薬の改良は欲しいよね。火薬の改良、政策も完了したね。でもう一発政策打てるやつないかな。すぐできるものはないか。攻撃力上げたいよね。刀剣強化入れたいよね。もう一本ぐらい。ただ今はお金がないので、山名の状態を見ておきましょう。115あるね。おっと、ここは敵が攻めてきたか。なるほど。じゃあこれは迎撃に出ましょう。ちょうどいい。取っておきたいですよね。1人でも2人でも。じゃあいつもの陣形でいきましょう。信長がちょっと兵が回復しきってないなっていうのは、まあ、分かってはいましたけど、思ったより回復してないなって感じですね。この陣形、前も言いましたけど、セーブできると嬉しいんだけどな。陣形のセーブ、
やー鉄砲といると全然違うね。で三段打ちで早速弾込めをしていきましょう。そしたら勝家の騎馬突撃を抜けてきますか。ケージもここで一発ガツンと入れてもらいましょう。よし、まあ、ちょっとね敵の武将クラスを打ち取れてないっていうのはありますが、まあ問題ないでしょう。では清須に引き返します。調略でも仕掛けておくか。そろそろ秀吉を使って、まあやっぱりここは信康でしょう。でさらにだ、ここで正面強化もう一個制作のレベル上げておきましょうか。お金のある今のうちに。ここはじゃあ秀長に任せましょう。よし、これで武将が一人減ったね。信康を入れましたと。はい、というところでですね、ちょっと時間が長くなりましたので一旦ここで終わりにして、次回この続き、引き続き北畠戦線お届けをしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。